そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃって、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。出てきたな。
ギアセカンド。行かねえよ。おいお前、下ろしちまうぞ。待ってろ。コンカッス。手ごわい。みんな気をつけて。オチエンタフルール、クロトワガード、ショック。まずいわね、こいつ強いわ。開始だ。コンカッス。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト、テンポ。手ごわいわね。みんな気をつけて。任せて。支援フルール。デルフィニウム。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。よっしゃ。悪くないわね、仲間のために強くなるのも。俺強くなった気がする。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが。さて、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。
燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。待ってろ。おりゃ。なんで私なのよ。任せて。そこまで。ちょっと痛いね。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで。攻撃をやめねえ。やめ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。
何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か？大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか？俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで、乗っていた船が沈没し、この島に漂着し、何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無か？ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の物だ。だが偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、
まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。さあ、飯だ。この肉、全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。2階は寝床みてえだな。あら、ここ風が気持ちいいわね。じゃあ行くか。準備はできてるな。
よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間。また襲ってくるかもしれねえ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確か。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。で
でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。ちょっと見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか？ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。
何か光ってる。あれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。覚悟しろよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。なめんじゃねえ。行くわよ。そこまで行くわよ。その程度だ。その程度だ。ぶっ飛ばす。
マナーがなってねえの。効かねえな。ツンとかますわよ。効かねえな。さあガツンとかますわよ。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。俺。さてどうしましょうか。そこまで行くわよ。その程度だ。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。てめえら覚悟はできてんだろうな。効かねえな。そこだ。私の出番かしら。これでどうだ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。やっべ、情けない姿を見せちまったな。これ使うぞ。悪いなルフィ。ユロ私の出番かしら。ちょっと痛いよ。私の番ね。任せて。残念でした。私は見た目ほどか弱くないのよ。俺はまだまだ強くなる。海の一流国は技も冴えてこそだ。私の予報は百発百中。よーし、全員俺についてこい。少し強くなったぞ。こんなところで満足はしねえ。
これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？ちゃんと伸びるな。
よし、行くか。やるか。ゴムゴムのガトリンだ。待ってろ、ムートンシャット。セラゴの野郎、私の出番かしら。トレインタフルール。いくわよ。いくわよ。サイクロン。怪我はない？ええ、頼もしい航海士さんのおかげね。もっと強くなるぞ。俺はマリモのやつには負けねえ。私の予報は百発百中。少しは強くなれたかしら。このキャプテンウソップに不可能などない。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。技のキレが戻ってきたか。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。来いよクソ野郎。サンジなら大丈夫だ、心配ねえ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンシャット。覚悟しろよ。ゴムゴムのバズーカ。
準備 OK。 行くわよ、サイクロンテンポ。あなたたちの相手は私よ。トレインタフルール、クソ、違う、おれ、終わったな、もう起きるんじゃねえぞ。カラーが戻ってきたみてえだ。私の成長は止まらないわ。力を取り戻せたみたいね。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。力が戻ってきたね。
見て、またお宝よ。いや待て、お前にはあれが見えないの。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。行くわよ、サイクロンテンポ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンショット。存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール、フリップ。まとめて下ろしてやるか。ムートンショット。俺のこの足はレディーを守るためにあるんだ。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。
剥がれてる。俺に任せろ。よし。一応切れたが、クソ、まだ腕が鈍ってやがる。ちょっと邪魔よ。ロビンちゃんに手は出させぬ。それじゃあお願いしようかしら。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンシャット。俺は負けねえ。ゴムゴムのピストル。さてどうしましょうか。トレインタフルール。これ式で私たちの勢いを止めることなんてできないわ。よっしゃ。海の一流国は技も冴えてこそだ。私の成長は止まらないわ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。よし、全員俺についてこい。みんなの役に立ってみせる。こんなところで満足はしねえ。数も多い。何かいるのか、こんなところに。さて行きましょう。邪魔だ。ゴムゴムのピストル。まだまだ。ムートンショット。あなたたち覚悟はいいかしら。
そこまで。こうかしら。さて、先に進みましょうか。私の成長は止まらないわ。悪くないわね。仲間のために強く。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。ルイ、てめえらか。ずっと見てやがったのか。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。おい、お前おろしちまうぞ。
ゴムゴムのガトリング。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。いくわよ、サイクロンテンポ。いってな、この野郎。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール。やっべ、反撃開始だ。いくぞ、ゴムゴムのガトリング。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。よっしゃ、力が戻ってきたみてえだ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。俺強くなった気がする。こいつ洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。チョッパー訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。よし、かかってこい。やるぞー。
ムゴムのピストル。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。でも、アディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすれば、すぐに取り返せそうだな。アディオの言う通りにすれば、すぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えば、しばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。足元の板は階段か？さっさと片付けるわよ。レディーに危害を加える前に、てめえは速攻で片付ける。よし、一気に行くぞ。任せろ。
レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンショット。夢叶わず生きながらえるより、世界中の美女たちをエロい目で見て死にたいもんだ。やったー！必要な力なら残らず手にする。修行の成果が出てきたね。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ははは、前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたの？お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの？これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。
ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか？そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったものだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。Thank you.
宴だ。さてと、行くか。向こうにも何かあんのか？今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。悪いが加減するつもりはねえ。強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっ
もっと強くなるぞ。俺は海私だってやるときはやるんだから。急いで、あいつをどうにかしなきゃ。放っておくと何するかわからないわ。勝負だ。やるか。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。いい調子だ。怪物と呼ばれようと俺は強く。大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばして。俺の名はキャプテンウソップ。俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。
さっさと片付けるわよ。任せろ。くらえ。狙撃手の腕を見せてやる。切られる覚悟があるならな。そっちか。刀の旅にしてやる。大剣豪になる日まで絶対文句あるか、海賊王。しない。今の力を試すにはうってつけだな。どうすっかな。ゴムゴムのガトリング。ここが正念場だ。大剣豪になる日まで絶対に文句あるか。し力が戻ってきたな。この辺にいる奴ら、なんか宝は渡さないぞって言ってるな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。竜巻。俺の仲間に手出すな。私の成長は止まらないわ。
なんだこりゃ。こっちだ、早く来い。ご注意ください。来い、まとめて相手だ。俺がまとめて相手してやる。刀の鍵にしてやる。任せろ。ゴムゴムのガトリング！ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは牛。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。力が戻ってきたみてえだ。力が戻ってくるのがわかるわ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。引かねえなら切るまでだ。終わりだ。船長の邪魔だ。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。よっ、よし、行くか。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガソリンだ。俺がまとめて相手してやる。邪魔だ。
前じゃ退屈しぬ。ほん。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。こいつが雷鎚の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。体はゴムだからな。雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるの？ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が？探検家として興味ないわけがなかろうよ。やってやるか。刃こぼれすら己の恥だ。竜巻。さあ喧嘩だ。
ガツンとかますわよ。任せて。それ。怖えお嬢ちゃんだ、ナミ君。そう。まだまだこんなもんじゃないわよ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。ぶった切る。こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。調子がいいぞ。俺は強くならなくちゃいけねえ。やったと装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。どうなってんだ。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。今の力を試すにはうってつけだな。覚悟しろ。
やちまき。行くぞ。くらえ。じゃあな、俺たちは先に進む。俺がキャプテンウソップだ。クソジジイの蹴りに近づいたか。少しは強くなれたかしら。なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。覚悟しろ。鬼お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。調子がいいぞ。みんなの役に立ってみせる。俺に任せろ。よし。この装置、扉と無関係じゃなさそうね。この先、行き止まりだったりしねえよな。よし。
その程度なら俺に任せろ。やるぞ。相手にとって不足なし。の大こんなところで満足はしねえ。やったー。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。俺に任せろ。よし。下に電気が通ってりゃな。今の力を試すにはうってつけだな。覚えとけ。俺はいずれ世界一。力を取り戻せたみたいね。俺に任せろ。転がり落ちるとこだったぞ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。全員まずはあいつを狙え。分かった、一気に行くぞ。ここが正念場だ。
向き。よし、かかってこい。くらえ。やるな、ルフィ。俺は負けねえ。調子がいいぞ。修行の成果が出てきたな。私の予報は百発百中。このキャプテンウソップに不可能などない。いい調子だ。俺強くなった気がする。でも力を取り戻せたみたいね。お、さっきの装置今度は2つあるみたいだな。天候にご注意ください。切り替えのありそうな相手だ。鬼やるぞ。やったな。ちょっとこっちによこさないでよ。準備 OK。 何が起きてももう動じねえ。これでどうだ。まったく、俺も強くなっちまったもんだぜ。こんなところで満足はしねえ。このキャプテンウソップに不可能などな。この先もしっかり確認するわよ。何かいいもんがあるかもな。これは石板ね。
それに何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと、これだけじゃ分からないわ。私だってやるときはやるんだから。相手にとって不足なし。そこをどけ。もう気は抜かねえ。効かねえよ。キャプテンウソップの一撃、覚悟しろ。射出煙星。行くわよ。終わりだ。これ以上はやめとけ。私の成長は止まらないわ。マリモのやつには負けぬ。さて、よし。奥でなんか光ってんな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。行くぞ、勝負だ。やばそうな敵だな。危なそうなら俺も手を貸すぞ、ルフィ。大丈夫だ、俺一人でも何とかする。よし、かかってこい。ゴムゴムの肩慣らしといくか。鬼いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。この力があれば大事なもんだって守れる。目指すは世界一の大剣豪。あたしの予報は百発百中。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。俺強くなった気がする。でも力を取り戻せたみたいね。
これ。光る壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。注意ください。俺がまとめて相手してやる。竜巻！よし、かかってこい。ゴムゴムのやるな、ルフィ。俺は負けねに任せろ。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おお、ようやく出れたぞ。よし、嘘をつくまでもねえ。行くぞ。待て、俺はまだ心の準備が。ちくしょう、やるしかねえか。邪魔だ。鬼！やるな、ルフィ。俺は負けね。もっと強くなるぞ。俺は強くならない。私の予報は百発百中。このキャプテンウソップに不可能。俺が万能薬になるんだ。必要な力なら残らず手にするわ。奴らにやられやしねえ。勝負だ。
ゴムゴムのガトリング。俺の出番か。船長の邪魔だ。道は開け。マリモの奴には負けぬ。おい、見ろ、下だ。かなり上から伸びてきてるみたいね。よし、下も見てみようぜ。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。おら！やるか。やるわよ。
どれどれ、いただき。やるじゃねえか。無駄だ。まったく、俺も強くなっちまったもんだぜ。いっちょやってやるか。俺がまとめて相手してやる。竜巻。さあ喧嘩だ。うりゃ。飯。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。お、はしごだ。あったぞ、装置だ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。あたし一人じゃ手に負えないかも。あの敵はヤバそうだ。俺も手伝うか。ここが正念場だ。行くわよ、サイクロンテンポ。邪魔だ。くらえ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。そっちか。あんたの銃もやるじゃん。もっと強くなるぞ。俺は海賊。こんなところで満足はしねえ。私の予報は百発百中。成長を実感できるほど強くなれたのね。便利な体だな。
さっさと片付けるわよ。勝負だ。ゴムゴムのガトリング。ここが正念場だ。鬼いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。このキャプテンウソップに不可能などない。力が戻ってきたみてえだ。さっさと片付けるわよ。修行にはちょうどいいな。竜巻。よし、行くぞ。ゴムゴムのたちは先に進む。こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだわ。そうか、こいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。俺が。ゴムゴムのガトリング。言い返して言ってるでしょうが。俺は諦めが悪いんだ。きっちり肩をつけるとするか。そっちけ。鬼。なんで私なのよ。そらよ。動けねえ。きっちり肩をつけるとするか。
まずは飯だ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。行くわよ、サイクロンテンポ。お、俺から行く。必殺火薬星。そらよ、動かねえ。トップグリーンの多彩性見せてやる。行くわよ、サイクロンテンポ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大したやつらだ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜ、アディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。ははは、気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは…どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。
カさん。あの光は何だ。わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやがる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。随分大きなキューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかな？こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのそれからよ。今の力を試すにはうってつけだな。来い！まとめて相手だ。修行にはちょうどいいな。
ムゴムのガトリング。やるぞ。行くわよ、サイクロンテンポ。喉渇いちゃった。ねえサンジ君、ジュースないの？修行の成果が出てきたね。こんな奴らにやられやしねえ。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。肩慣らしといくか。そこをどけ。いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやる。お前ら遅れるんじゃねえぞ。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。邪魔だ。命まで取るつもりは。いっちゃやってやるか。修行にはちょうどいいな。竜巻！勝負だ！邪魔だ！じゃあな、俺たちは先に進む。Thank you.
それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて。相当ね。その研究の結果、あの巨像が作られたって。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。止めて相手だ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。おっさん、サンジ、俺はまだまだ強くなる。悪くないわね、仲間のために強くなるの。その研究の結果、あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ試してみるしかねえな。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。砂浜のところ、奥にいるの、そうじゃない？どれどれ？ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。
きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだかここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。私たちはここを。すげえ！不思議空間だな。不思議。まあ、呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。
失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時、言ったよな。お前を超えていくって。